ありがとうございます。毎度ありがとうございます。来年もよろしくお願いします。来年決まってます。ありがとうございます。
もうおかげさまで、吹奏楽、世の中にね結構知られるようになってきまして、先週も、関ジャニの番組ですかに東京の高輪台高校が出てまして、それからちょっと前には、大阪桐蔭高校がね、吹奏楽でも有名なんで、そこに嵐の桜井君が、行って、非常に脚光を浴びてますが、あそこは両方とも大阪桐蔭も、東海大学高輪台、高校も私立で、部員が100何十人もいます。200人近くいます。うちは学校が400人程度、全校生徒も400人程度ですので、部員もこれだけです。それでも多い方なんですけども、私立はみんなお金が余っていて、うちは貧乏で細々とやっています。でも全国大会とかどっちの学校ともよく一緒の大会で、顔合わせて、先生方とも仲良くやっています。貧乏ですけどもできるだけのことはやっています。その中で楽器をね今から紹介したいと思います。吹奏楽主に、木管楽器、金管楽器、打楽器、そして、弦楽器がちょっとだけ入ってますけど、普通は大体この前の方から紹介するんですけども、今日は訳がありまして後ろの打楽器の方から、紹介していきたいと思います。打楽器、いろんな打楽器があります。ティンパニーとか太鼓とか、で今日は主に鍵盤楽器ですね。ビブラフォンとか、木琴とか鉄琴とか、の音色を聴いていただきます。打楽器パートを紹介します。打楽器どうぞ。半年ぐらいという生徒も入っています。それでは、弦楽器ですね、いきなり低音が出てきましたけども、弦楽器、吹奏楽にはこのコントラバスだけが入っています。ではコントラバスの音色を聴きください。ライブになってしまいましたけども、もうよっぽど好きなんでしょうね、これ。ロッテの方は大丈夫なんでしょうか。はい、それでは、金管楽器の低い方から紹介していきたいと思います。金管楽器で一番、大きくて、低音を受け持ちますテューバです。縁の下の力持ち、テューバの音色を聴きください。吹奏楽だけにあって、オーケストラにはない楽器なんですけども、ユーフォニアムといいます。
最近響けユーフォニアムっていうアニメが一部で流行っているのでご存知の方もあるかもしれません。とても綺麗な音色でメロディーをよく奏でる適した楽器です。ユーフォニアムです。ちなみに真ん中の方で吹いていた彼女は、初心者で始めまして、まだ6、7ヶ月ぐらいしかやっていません。それほど、簡単な楽器ということではないですね。ちょっと怒ってますね。はい、続いてはオーケストラでも活躍しています、フレンチホルンです。さっきのマーチなんかでは主に伴奏で裏打ちをバッバッバッというのを担当しますけども、オーケストラなんかでは、素晴らしいメロディーなんかも出てきます。さて、ホルンの音色をお聴きください。私が子供の頃に夢中になったテレビのテーマソングでした。はい、出てきました。これもオーケストラで活躍しますね。トロンボーンです。これは他の楽器と違って音程を変えるときにはこのスライドで変えます。非常にいい加減な楽器ですね。はい、ではトロンボーンどうぞ。はい、さすがにね、今の曲は皆さんご存知だったと思います。今晩ですね。はい、続いては、金管楽器のね、花形とも言えます、皆さんご存知のトランペットです。非常に輝かしい、音色がします。今日はトランペットの最もトランペットらしい曲を吹いてくれるそうです。どうぞ。ちょっと最初は間違ったね。残念。はい、いや、いつもとってもと上手なんですよ。今日は緊張してるんじゃないかと。はい、では木管楽器に入っていきます。木管楽器の中で皆さんご存知ですね、サキソフォン、サックスです。今日は金色のアルトサックス、銀色のアルトサックス、そしてテナーサックス、バリトンサックスの音色をお聴きください。どうぞ。
でした。はい、それでは今度は黒い楽器が出てきました。クラリネットの仲間ですね。クラリネットは、吹奏楽の中ではオーケストラでいうところのバイオリンみたいな、メロディーをたくさん担当する楽器です。今日は3種類ですね。一番ちっちゃい S クラリネット、ちっちゃいくせに値段は高いそれから普通の B フラットクラリネットですね。それから大きいのが、倍の長さがあるのがバスクラリネットです。クラリネットのアンサンブルをお聴きください。覚えでした、はい、ありがとうございました。では最後になります、フルートです。はい、普通はねこの一番前にいるフルートから、楽器紹介をするのが普通なんですけども、今日は一番最後になりました。というのは、実はここからですね、次のプログラムの、映画ですね、越鉄物語、私ふるさとに帰ってきましたの、楽曲の紹介ということになります。皆さんの、プログラムを挟ませていただきましたけども、芸人の横澤夏子さんが主演をされている、映画、福井県で作りました。音楽も、福井県の美人さんと、それから私たち竹生商業が、担当しています。特に映画のラストシーンで、鉄というね、私鉄の電車が田園風景のところを走るところを、このフルート四重奏が演奏しています。でその後、英語が終わりまして、エンドロールが流れるときに、全員で演奏する曲が流れています。不詳私が作曲をしました。あと何曲か映画の中でも、各パートが演奏した曲が流れていますので、ぜひご覧になってください。映画館の紹介は後でありますね、はい、それでは越鉄物語のメインテーマ、私ふるさとに帰ってきました、
フルート四重奏でお聴きください。フルート四重奏エクセス物語メインテーマでした。ありがとうございました。ということで一通りの楽器を紹介したことになりました。そして先ほど申し上げましたエンドロールで流れているこの全員で演奏したテーマソング2ですね。それをお聴きいただきたいと思います。
ました。地鉄物語は福井県内すべての劇場で上映中。滋賀県では1月4日から大津アレックスシネマにて上映されます。ぜひ皆さん見に行ってくださいね。次の曲は私たちが今年のコンクールで自由曲として演奏したウエストサイドストーリーよりシンフォニックダンスです。この曲には皆さんに参加していただきたい部分があります。では一度私たちでやってみたいと思います。曲中でこのフレーズが聞こえたら私たちと一緒にマンボと叫んでください。では練習してみましょう。Thank you.
Thank you.
目に演奏しましたのは I can turn you loose でした。2部の司会です。次に演奏しますレッツゴークレイジーはプリンスの自伝的映画パープルレインの中で使われた曲で、羽生結弦選手がショートプログラムで使用した曲として話題になりました。とても楽しい曲なので、皆さんもクレイジーになって盛り上がりましょう。Thank you.
ありがとうございました。次は6度のグラミー賞受賞歴を誇り、現在でも日本をはじめ世界的に人気のあるファンクバンド、アースウィンド&ファイヤーのレッツグルーヴです。各楽器のソロにもご注目ください。Go!
私の後について歌ってください。レッツグルーヴトゥナイトです。去年も歌ったんですけど、またやります。こちらの目標は音楽による世界平和なので、この曲は外せません。お聴きください。No nuclear power plant too.
パンクの帝王
ジェームス・ブラウンのヒット曲を2曲続けて演奏します。 JB ことジェームス・ブラウンを崇拝する上田先生が JB になりきって熱唱します。すいません、そんなに歌いたいのかと言われそうですけども歌いたいんですよ。でも今日は特別によく働かされてますね、はい、頑張ります。I wanna get a new mountain! I wanna get a new mountain! Move it! Move it! さあ、お分かりのように私が何と言ってもイエイと言っていただければ OK です。 I wanna get a new mountain! Move it! Move it! I'm like such a machine man! Turn it, turn it up! Turn it up! Turn it up! One, two! One, two, three, four! Get up! Get up!Get up! Get up! Still on the scene! I like to set the scene! Shake your arm! Use your body! Get it together! Run on, run on! Gotta have feeling! Cool swing! Sunday morning! Don't worry about it!23回。 1、2、3
合うのがいいんですよね。はい、じゃあもうこれやっててもキリがないので思いっきり増やしていきましょう。来年は何年でしたっけ。2019年、再来年はオリンピック来ますね。2020年、あ、そしてその先2025年には大阪で、もうここ近いですよね、大阪で万博が決定しました。それを記念しまして2025回さあ行きたいと思います。去年やった人は黙ってくださいよ。2025回、これをやりますと大体3時間はかかりますから、帰るのは相当遅くなります。2025回、本気で行きましょう。ワン、ツー、スリー。ぴったりです。素晴らしい、素晴らしい、毎回やってますけども素晴らしい。はい、それでは最後に16回でバッチリ決めて終わりたいと思います。16回です。素晴らしい、いえ、すごい気持ちよくなってきました。 How do you feel? I feel good! How do you feel? I feel good! はい、どんな気分だい。いい気分だぜ。 I feel good と答えていただきます。 How do you feel? I feel good! How do you feel? I feel good! How do you feel? I feel good! One, two, I feel good!Thank you.
次の曲はラブピースアンダーザグルーヴです。この曲は音楽のノリで世界を愛と平和でいっぱいにしようという曲です。この曲には簡単な振り付けがあります。皆さんもぜひ左手を挙げて私たちの真似をしてみてください。まずラブです。Thank you.
次で最後の残念ながら次で最後の曲となってしまいました。最後の曲はランナウェイベイビーです。この曲にも皆さんに参加していただく準備があります。さあ皆さんお手持ちのタオルやハンカチを出してください。ない方は手でも大丈夫です。それを大きく振り回します。Thank you.
といえば越前ガニ。越前そば。メガネ。東尋坊。そして今一番注目されているものといえば恐竜。福井県では恐竜の化石がたくさん発掘されており、アジア最大の恐竜博物館もあります。皆さんもぜひ福井県に遊びに来てください。そんな恐竜王国福井県にちなんでウォーク・ザ・ダイナソーを演奏します。私たちが考えた恐竜ダンスも出てくるので、皆さんもぜひ一緒に踊ってください。それではウォーク・ザ・ダイナソー。1、2、3、
表します。先日天国に旅立たれたソウルの女王アレサ・フランクリンのヒット曲シンクです。この曲はテレビ番組などでも使用されていて有名な曲です。この曲も皆さんに参加していただきたい部分があります。サビの部分でタオルやハンカチを振り回して一緒に盛り上がりましょう。以上をもちまして、本日の公演は全て終了します。